誰だっけ。彼女といてもちっとも楽しくないんだ。お前といると違う。やるぞレンガッド、ちゃんと取ってろよ。鉄道めんどくさいの嫌いでしょ。悔しくて悔しくて毎日陽子ちゃんの人生、苦しみとか悲しみとか全部知りたい。すげえキラキラだ。てめえら見ろよ、やっぱりこうでなくちゃ。ずてめえら何さこなしだ。あれそんな何じゃあれこいとんなじゃ。ただいま。あ、ありがとう。今回の小田島さんでよかった。君言っとくけど、私は可愛い教え子守るためなら。俺幸せにする。本当に私と結婚したい？緑しかいないよ。私じゃなくて。あ、もう遅いか。おいこら！お前俺の愛する人に向かって何ふざけたこと抜かしてんだよ。お前その汚い口横に引き裂いて二度と喋れねえよ。何だ？なんだ？長かった。この日が再び巡り来るのをどんなに待ち望んだことか。最後に相談を持ちかけられたのは、思い返せば和也が中学の進路調査の。例えばさ、もしもヒロ兄がスミレちゃんと会った頃にスミレちゃんにも他に好きな相手がいたとしたら、ヒロ兄どうした？お前それは例え話にする意味が全然ないと思わんか。例えばだよ。償う気あんなら今ここで死んでみせろよ。